今シーズン振り返るとこう女子サッカーを盛り上げるためにというところで籾木選手活躍した部分もありました。その辺の1年間これまでとちょっと違ったまたシーズンになったのかなと思うんですが、今日の試合でアイナックスサポーターの方々のところの横断幕にみんなで女子サッカーを盛り上げようっていう風な言葉があったりとか、本当にビレーザーだけではなくなでしこリーグ全体でこう日本女子サッカー界を盛り上げていこうっていうようなこう動きだったりっていうのがすごく見れた年だったので、やっぱり来シーズン以降に向けてまたみんなで盛り上げていきたいなっていうふうに思いました。じゃあ最後にサポーターに向けてメッセージをお願いします。今年1年間応援ありがとうございました。今シーズンスタートはなかなか、昨年のようなこうなんていうんですかね、連勝だったりとかっていうのは見せることができず、不甲斐ない気持ちだったかもしれませんが、皆さんがどんな時もついてきてくれたからこそ3冠を取ることができたと思います。本当にありがとうございました。来年も応援よろしくお願いします。